アジエンス・インラー・リッチ・シャンプー・アジエンスは、花王が発売しているシャンプー頭ヘアケア製品のブランド名である。アジエンスとは造語で、アジアン・エッセンス及びサイエンスに由来する。近年、人々の同型の対象が、西広美から乖りし、日本、中国といった東アジア諸国が持つ、東洋日へと原点回帰していることに着眼、アジア女性の代名詞とも言える。 黒髪の美しさを商品コンセプトに発売された。キャッチコピーはアジアンビューティー世界が嫉妬する髪へ。原材料は大豆、真珠、椿油、朝鮮人参など漢方を意識したものが用いられており、またパッケージカラーのゴールドは東南アジアの寺院の金色、輝きがイメージされている。国産ブランドとして特に日本人の髪質に合わせて、 研究、開発されているが、同じ髪質を持つ東アジア諸国の女性も販売対象であり、日本のほか台湾、香港、シンガポールなどでもテレビ CM が放映されている。発売以来、顔のシンボルマークはパッケージに表示されていなかったが、2010年4月発売のカスタマイズトリートメント4アイテムから、顔のシンボルマークが表記され、既存製品へも順次、 シンボルマークが表記されている。また、シャンプーコンディショナーの詰め替え用には、シンボルマークと共に2009年6月に制定された、環境宣言、一緒にエコも合わせて表記された。アジエンス発売当初から設定されていた、レギュラーサイズは2016年9月のリニューアルに、伴って、製造終了となった。また、現行ラインナップの一部は、香港でも、 日本と同じ仕様で発売されており、シャンプルとコンディショナーのみとなっている。歴代イメージキャラクターは、各界で活躍しているアジア人女性を起用している。1、上表は、基本として、起用順であるが、同時に、複数の人物が起用開始されている場合は、人物名の50音順とした。二2016年9月から放送された。 この色アカデミーペンでは、得吉義金も起用されている。以降に放映した CM でも、顔のシンボルマークは使用してこなかったが、2010年1月から、放映されている、髪をめでる編で発売以来初めて CM に、顔のシンボルマークが表示された。ニュースリリース顔をアジエンスアジアの7カ国、地域にて、 アジアンビューティ2010プロジェクトをスタート店舗により2013年1月最終週より発売店舗により2019年10月最終週より発売シンボルマーク及び詰め替え用への一緒にエコ表記は同じくパッケージにシンボルマークを表記していなかったセグレタにも同様の動きが見られるチャンツィー出演の CM 放送終了から千葉な クララ出演の CM 放送開始までの期間は、イメージキャラクターが不在で、人物シルエットのみの CM を放送。浅田真央出演の CM は、フジテレビやテレビ朝日のフィギュアスケート中継番組及び、直前番組に限定して放映されていたため、他の CM に比べて視聴できる機会は少なく、また、オフシーズン時には放映されていなかった。出会いペンと学びペンに出演。 ゴジアイメソッドペンに出演。長沢まさみ、シンプルジロワンピで美脚披露。オーコン、2015年9月16日へ閲覧。AB、中途得意、アジエンス新 CM で早見明かりに、色気の出し方レクチャー。お笑いなったり。 http://natary.mu/.owarai/.news/.2006642016 年9月5日閲覧。CM 用オリジナル曲ながら、顔に問い合わせが殺到したため、2005年5月に、この曲を収めた、コンピレーションアルバム、アジエンススピリット・オブ・アジアが発売されることが、アジエンス公式サイトで発表された。フィギュアスケート選手、 浅田真マオ出演の輝き続けるために変でしよう。ジュジュレイニーアンジアチンウェイ、ジェイミー・フォン・オリビア・オンミント、アジアで活躍する女性アーティスト6人によるユニットザ・アジアン・ビューティーズが今回特別に結成された。ありがとうございます。